はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パープルヒーローズ、前回の続きからやっていきたいと思います。予選ラウンドの、1戦目を勝ち抜いたところですね。パープル高校に、勝ちましたので、スバルと小田切くんを、手に入れたところになります。で、今日は自由行動ですね。じゃあ行動していきましょう。あ、そうそうそう、43、あれ、これ騎馬妹がいるじゃん。こういうのってどうなのかな。スバルが練習場にいて、でスバルやっぱりね、レベルを上げたいんだよね。てか練習場マイナス5000円って書いてあるしこの前ぼったくりだみたいなこと言ったけどお金書いてあんじゃん。練習しよう、もう最初は。ポイントを稼ぎ出して、レベル2になった。よしよしよし、コントロール上がって、コントロールが1上がったって何メンバーボーナス丸。騎馬妹、古代遺跡のこの島で見つかった不思議なアイテムのことならレトロ研究所にお越しくださいと。なるほどなんで騎馬妹がそんなところにいるんだ。じゃあ試合ですね。予選突破まであと3勝と。誰を手に入れていこうかな。スバルがね、1人で投げ切れるだけのスタミナがないので、みずきちゃん、イレブン工科大学、総合力157、高いね。バス停前125、バス停前はね弱いっていうイメージがあるから。どうしようかな。ここラグナロク分校結構いっぱいいるね。あ、ハガネってラグナロク分校にいたんだ。ハガネはスタミナキャラだからな。180か、強いな、やっぱり。そうするとイレブン効果でちょっとみずきちゃんをゲットしましょうか。勝負を申し込む。サッカーにも力を入れてるのよ。あ、そうなんだ。ちょっと可愛いお姉さんあ、そうか、相手大学生なんだ。イレブン工科大学だもんね。アイテムはちょっと持ち込むだけのものがないので、このまま行きましょう。先発は村石くん。調子がよろしくないけど、だったらスバルの方がいいと思うんだけどな。球速129キロとか。めっちゃ遅いな。そりゃ村石くん出したくなるわな。コントロール C でスタミナ E だし。ただ好調でスタミナとかがアップするはずなんで、スバルを出しましょう。先発でスバルに託す、頼んだぞ。シャイボーイ、なぜか発動するシャイボーイ。一応3球種はありますね。スタドラとスライダーとシンカー、大丈夫でしょう。さあ、究極の野球能力をかけた戦いが始まります。まずはちょっとストレートから様子を見て。30キロ、第2球をスタードラブ投げた。スタードライブ見送ってボール、空振りを誘います。いいコースだ。ずれた。打った。ボテボテの当たりはセカンドゴロ、一塁送球、オーケー、アウト。これではさあ、おお、みずきちゃんコントロールいいね。クレッセントムーンがさあ来ました。魅惑のメガネボーイ、なぜでしょう。まずは初球、クレッセントムーンだからね。クレッセントムーン5か、やっぱり打ちづらいよな。カウント2ボール、これは入ってくるか。打ちました。いけいけ、やべ、走れ。お前なら2塁までいけるんじゃない。ボールが転がって、あ、ちょっと無理だな、やめとこう。やべ、塁に出ています。さて、小田切君、ここはきっちりとランナーを送っていただきたい。切れたか。なんかこれ多いな。クレッセントムーン入っては来ない。これはボールだね。クレッセントムーンはボール、カウント2-1。これは入ってくる。よーし、抜いていった。いいね、いいね、打撃も調子が良くなってきたよ。小田切、かっこよさを見せつけます。これは先制のチャンスを迎えます。さあ、次の球、クレッセントムーンを狙い撃ち。これ本塁生還できるか。走れ、やべ、お前の足ならいけるはずだ。ナイスだ、さすが。さて、ここで4番ミカミックス、王子様の登場。投げます。
おお、入れてきたか。第三球はこれはボールだね。次が4球目、入れてくるか。スライダー追い込まれたな。さてフルカウントからの、さあこれで決まるのか。打ちました。ボテボテのセカンドゴロ、ゲッツーにはならない。アウト。最低だな俺。次には5番バッターが入ります。投げました。スライダーか。追加点欲しいよな。守備がねマジザルだからね。どう落ちる。落ちたね。よし、オッケー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 。三塁ランナーホームイン。ヒーローズさらに1点追加。6番バッターが打席に入ります。狙い打ちクレッセントムーン。オッケーオッケーオッケー。あれもさ守備普通だったら多分取られてるよね。レフトフライで3対0。さあ頼れるパワーヒッター中井サンタ。中井サンタこんなやついたっけ。さあ初球内角低めいっぱいストライク。パートのキャラ全部はね把握してないんで、てかやってないところもあるんでね。ストライク、アウトローへ。さあ追い込んだ。お、これは取れるんだ。え、どっちどっち。あ、俺か俺かっていうの。さあこのまま試合が流れてくれればすげえ助かるんだけど。いいねいいねいいね。尾崎くんも変わってるね。さあここでバッターボックスは今日2三振の中井。2三振か。このまま3三振で蹴りをつけてやる。よし、膝元厳しいところ。さあ土俵際まで追い込んだ。最後はカットボールか。さあ次は何を投げてくるか。オーケー、三振に仕留めた。早かったな今回。点を取れれば早いね試合展開が。イエーイ。また寝てんのかな。寝てるわこれさ完全寝てるよね。ただまず水木ちゃんは入ってくるでしょ。勝ったでやんす。スバルがレベル3。これレベルいくつまであるんだ。小田切レベル2、矢部くんもレベル2と。水木を獲得で、中井くんも入れておきましょう。パワー型。ポジションはセカンドかこう見えてキャッチャーじゃないけどいいっすかって、まあ、別にいいけどドスコイ打法ってなんだよ。中井サンタ、よし、お任せしましょう。そうすると1番矢部くん、2番小田切で、4番が俺、5番がさっきの中井くん。一応ピッチャーは村石くん、絶不調だけどね。これ試合終わった後好調とか下がるのかな。大谷みーちゃんが出ましたね。かわいこちゃん、大谷みーちゃんは大学生かな。サポートショップ、選手の成長をサポートするグッズ好感度が上がっていくけど彼女的要素がどうなのかっていうところですね。石像名前が書いてあるね。カトル、セプテム、ドブアー、変な名前ばっかりでやんす。彼らは英雄だ、レジェンド。古代大学野球部キャプテン堀杉仁しか、上に名前が書いてありますね。遺跡の発掘に参加していると、21歳の大学生、謎の人物かわいこちゃんでやんす。どっちかっていうとなんか中性的な感じっすよね。いやもちろん仁しくんじゃない方っすよ。ゆきの楓、ロゼルージュ投げる人と似てますよね顔が名前なんだっけあいつ。島で野球の大会を開く、優勝すれば究極の野球能力が得られる。うん、どんな時でも楽しむことは大事ですある古代人の名言だ大丈夫博士っぽい。
まあいろいろ教えてもらえそうですね。女の子だったら誰でもいいんだなって。ん？視線を感じたのか。この石像、まさかね。一応能力は見ていきましょう。特にコツはなあ、へっすらか。へっすらはまあ1で掴んでもいいと思うけどね。ムード丸、精神をやっぱちょっと使うね。欲しいけどね、チームの役に立つんで。ムード丸はもう一回なんかコツが上がったら取ろうかな。さてどこに行きましょうか。スーパー銭湯、リフレッシュして調子を回復だ。あ、それもいいね。スバルいるし。掘り出し物のアイテムが買えるぞと。多分買わなければターンは消費しないと思うんで、見るだけ見てみましょう。日によってアイテムが変わると。交換できるアイテム、謎の宝玉、謎の石板、謎の石像の謎シリーズ、ボールの化石、バットの化石、クラブの化石の化石シリーズ、同じ種類が3つ揃ったら OK です。買うときはどれも6900円。なるほどね。まあ、ちょっと見てみましょう。3個集めると特殊能力本と交換できる。謎の宝玉、プロテイン、肩、肩が1アップする。1か6900円でしょ。それなりにするよね。何もいらない、買わない。あれ、これってもしもらえるってことはターン過ぎちゃう。牛丼1個もらった。あー、ターン過ぎた。これはターンを経過しちゃうのか。キャー、なるみくん。あれ、なるみじゃないか。あ、メカミックス、またファンのおかげか。いいなぁ、ファンとかバンジーいないからね。まあそりゃそうなんだけど。まあ一緒に行くか。じゃあ、鬼ごっこみたいでさ、これはいい練習になるな。なるほどサインくれ、なるみ。お、俺は嫌だこんな練習どっか行っちゃったよ。さて大会6日目、誰かと携帯で話してますね。あ、母さん、ゆうと命ゆうとちゃーんだこれなるみの弱点じゃないか。試合で当たった時に使えるんじゃ、使う、やめておくって。なんだ、使えるものは全て使う。ダメかじゃあちょっと経験点も手に入れたんで、また見てみると、能力だよね。上げられるときに上げてった方がいいのかな。やっぱり弾道だな。ちょっと弾道はとりあえず先に3にしておこう。で、敏捷がちょっと余ってるんで、まあ30くらいにしておいて、うん、まあ OK だな、これで。よし、じゃあ試合に臨みましょう。第3試合、結構これいっぱい試合しないとダメだね。さてここでどうするか。結局でも4回勝たないといけないってことは、まあ最後にラグナロク分校と戦うとして、保守、河川敷ミラクルズ、田中山くん入れようかな。どうしようかな。総合力125、一応田中山くんにしておきますか。相手チーム来ないでやんすね。きっと強そうなオーラを放っているはずだ。油断するなよ矢部くん。オーラを感じない人ならずっとそこにいるでやんすが田中山太郎、オーラゼロ。まあアイテムはなしで、村志くん、ちょっとやる気が、てか投手みんなやる気がなさすぎる。水木ちゃんを先発で出すか。まあ、結局ね、スタミナみんなないからね、そもそも。だったら調子でちょっと選んでいくしかないから、水木ちゃんに先発を任せましょう、今回は。で、野手、村山くん、絶不調だな。小野塚くんは、まあ、どうせ FFFFF だったらさ、特殊能力、早球持ってるのか。でも F でね、早球持ってたって。チャンスが F なのか、こいつは。どうすかな。絶好調だったら、消えるんだけど、まあ小野塚くん変えましょう。
やる気はなんだかんだで大事ですからね。じゃあ試合に行きます。メンバーボーナス発動。イレブン効果コンビ、コントロールプラス20、中井の、守備10、補給10、なかなかいいね。っていうかさ、シャイボーイはシャイボーイ、あれシャイボーイって誰？最強の野球選手は誰なのか、それを証明する戦いがこのコロシアムで繰り広げられています。さて、先発は水木ちゃんに任せたんで、クレッセントムーンで攻めていこう。クレッセントムーン空振り、タイミングが合いません。まあ、まずは野球の、ね、レベルを上げるっていうのが大事かな。そうすると多分レベルは、次とか持ち越しになるはずなんで、これはショートに任せよう。小田切、出た。今のはピッチャーに任せた方が良かったの？そういうのが分かんないんだよね。これはショーフライ、よし、まあいいや。結局アウトになったし、バッチリ阻止はしてないだろう。あ、これは小田切無理か。結果はヒットだ。おお、田中山太郎送ってくるね。クレセントムーンで高めに、おお、うまい。あ、そうだ、田中山君バントうまいんだった。アウト。田中山送りバントさすがだね。きっちり送ってくる。打席には5番バッターが入ります。投球2球目、外角高めいっぱいストライク。よーし、私の大好きなボールで空振りを奪います。でクレセントムーンで決める。うわー、これはこれはフラフラしてんな、本当にライトも。先制点を奪われました。まあしょうがない、これはバッティングで取り戻す。さあ1球目、おお、ちょっと早いか、これでも早いか。次の球打った、ファウル。ボールカウントはノーボール2ストライク。田中山君のね、フォーク嫌だな。まずは初球打ちました。これはどうだ、切れ切れない。よしよしよし、小田切君、君の足なら二塁までいけるはずだ。あんまり速くないと思うけど、レベルがしょぼいから。素敵な二塁打を放ちます。ヒーローズ同点のチャンスを迎えます。打席には3番バッターが初球を打ちました。オーケーオーケーオーケー、1点ずつ確実に取っていこう。あ、と思ったけど俺じゃん。俺は一発狙う。さあ初球、一発秒、まずは様子を見ます。とか。さあ次の球、ほら打ちました。ボールカウント、ワンボールワンストライク。これはフォーク、インドを決まってストライク。追い込まれてしまったな。さあ勝負してくるのか。ほら、どうだ、打った、ちょい早か、まだ。第5球は遅すぎた今度は。さあこいつも狙っていこう。どうだ、おお、逆転スリーランホームラン。中井くんいいね。ミカミックスは全く活躍できないな。得点を上げ、ここからどう攻めるか。6番バッターが打席、初球を打った。これな、こっちのバッティングとかになれちゃうと、多分サクスペとかに戻った時に球が速いなりそうだな。打席には7番バッター、これはさすがにミート打ちだな。落ちる球空振り。第2球を投げました、打ちました。一塁線切れてファール。さあ外してくるのか。これはボール。ボール。ワンボールツーストライク。もう1点欲しい。3点差にしておきたい。このフォークはボールだね。さあ次で決められるか。打った。一二塁間のゴロ。よし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 。ヒットを放ちました。いやー、みんな能力しょぼいな。あ、水木ちゃん。水木ちゃんはね、本当にバッティング何にもできないからね。オーケーオーケーオーケー。ライナーで破った。セカンドへ送球。ヒーローズさらに1点追加。4対1。さて3点差になって。打席には7番バッター。なるほど。こいつを抑えろと。低め決まってストライク。さっきみたいにポン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 試合は流れていかないからな。さてこれセカンド。セカンド取りました。これでワンアウト。オーケーオーケー。頑張るね、みずきちゃん。で、最後をスバルク。おい、お前どういう状況だ今。ノーアウト1、2塁って。第2球投げた。またしても空振り。少し気遅れしたか。ブレ、よし。空振り三振。三振で仕留めないかな、本当怖いからな。スバルのさ、回転とかマジ何なの。
いやー今カーソルがめっちゃずるかな。サクッとツーストライクまで追い込んだ。振ってこないね。これは完全にボールです。打った。これはセカンドゲッツ。よし、オッケー。小田切君ナイス。ゲッツー。ヒーローズ勝利をもぎ取りました。よーし、順調に勝ってるね。いいね。オッケー。まあね、バッティングの方にねロックオンがねついてるからねまだなんとかなるけど、これ上級とかでやったらロックオン機能がないんで絶対打てないな。当分はやっぱり中級で練習あるのみですね。勝ったでやんす。9900円。よし、いろんな人のレベルが上がった。田中山太郎、まあ、設定し直してみんなさ、これ絶不調だよね。やっぱ温泉系行かないとダメか。これはキャーキャー騒いでいくから何かと思ったら、なるみくんなんだよあんなって、ちゃんと説明しろよいつも上から目線で嫌なやつ猫に追っかけられた時3つの年下まあそうだな急行度が下がったんだけど。大会7日目。行動でスーパー銭湯だな。これはちょっと調子を回復していかないと。いや、水木さん、そうか大学生だからね、相手水木さんなんだ。温泉で楽しく過ごした。調子が1上がった。いいね、水木ちゃんの調子が2上がった。それはかなりいいな。有効度が30も上がったよスキル精神プラス。え、ここら辺のさ能力って何なの。これ俺の能力だ。とりあえずまた肩はいいにしておくか。まあ、守備系はいいで止めておいて大丈夫でしょう。摂氏76か。どうしようかな。やっぱり、ムード丸取っておこう。チームか。選手オーダー。スキルを見たいよね。精神プラス。主人公の精神が上がりやすくなる。矢部くんゲーマー。一緒に行くとゲーセンでいいアイテムをゲットしやすくなる。おー、なるほど。メンバーボーナスプラス。メンバーボーナス発動時にスタメンの場合さらに効果がアップと。なるほど、 OK。 じゃあ試合をやっていきましょう。4試合目。さてさてさて、ラグナロク分校総合力は180。ラグナロク分校高校生か。パワフルヒーローズが現れた。日野の先制攻撃。他、日野雄太郎。いやー俺たち多分経験値めっちゃ低いよ倒してもまあアイテムはこのままでいいでしょう。まあ予選リーグはね負けてもいいみたいだから。さてちょっともう野手のオーダーがよくわからんな投手系が入ってきてる。田中山君守備 D、 さすがだね。あー、まだバント丸は持ってないのか。先発は村石くん。先発は水木ちゃんでいいと思うんだよね。田中山はちょっとしょぼすぎるね。水木ちゃんに任せよう。メンバーボーナス、イレブン効果コンビ。あ、これでそうか。スキルが決まるのか。ってことは、だって中井くん、あ、ファーストが俺だからか。なるほどね。田中山くんはでもいいけどな。打撃に重視するんだったらセカンド中井、まあ守備 E あるからな。でもな、田中山の守備 D っていうのもやっぱり捨てがたいよな。でもセカンドがサブポジだから、よく考えればサブポジだから結局 E じゃんっていう。ってことは中井でよくね。中井にしよう。
よし、田中山くんは投げてもらおう。スバルの調子もあんまり良くなかったし、1番が鋼か、先発が鋼だね。バッティングもできるのか。うん、あ、そうかそうかそうか、これで中井守備も上がるし、呼吸も上がるし、水木ちゃんとコンビを組ませれば、まあ使えますね。さて、鋼剛、水木ちゃんコントロール A になってるね。いいね。クレッセントムーン空振り、少し迷いが出たか。スバルがな、もう少しねスタミナがついてくれれば直球見送ってボール、先発を任せられるんだけど、バットを出しません。ボール、カウント2ボール2ストライク。うーん、ちょっと際どいところを狙うと。 OK、 さて打っていこう。サガネってどんなピッチャーだったっけ。三三か、斜めの三三か、これはストレートだな。そうすると狙えねえし。第2球投げました。うーん、このカウントか、球速が遅いからな、打ちに行ってもいいかな。打ちました、レフトへ飛んだ。そうだね、まだ守備がしょぼいからこういうのがヒットになってるけど、スルーします。普通だったらあんなの取られるからね。うーん、カーブか。次入れてきたらこれは打たざるを得ないからね。やばい、オレグル君、君の足ならば間に合わないか。ツーアウトランナーなくなりました。打席には3番バッターが入ります。初球を打ちました。ライトの右にボールが上がりすぎたか。取りました、これで3アウト。さあ、うわ、日野か、強くね日野。普通に外れた、ボール、カウント1ボール、見送ってボール。きっちり見てくるね。うお、めっちゃ見てくる。これはまずいかな。クレセントムーンじゃなくてスクリューをやってみよう。投げた、おっしゃおっしゃおっしゃ、振ってくれた。さあ次で決められるか。やばいやばいやばい、とわー、ナイス。さあ、さてこれは打ってくよ、もちろん。投げました、ちょっと待ってね。このカーブは打てない。まずは様子見です。これは入れてきたかな。ストライク、早くも追い込まれています。おれ、いったね、確定演出。初、ミカミックスの初ホームラン。さて、中井くんも、まあ、うまくいけば打てるからね。調子が普通か。若干早かったか。少しずつ慣れてきた感はあるけど、これは打っていこう。打ちました、一二塁間へ、掴んだ、アウト。まあしょうがない。この対戦、アガネにとっては一番やりにくい形となりました。さて、ワンナウトの一二塁か。打ちました、水木ちゃん、これはいいね。さあ、打球が走れ、カットマンへ送る。よし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 、OK、2点目。さらに1点追加、立花、タイムリー。9番、打席には9番バッター、第9を投げた。OK、 ちゃんとカーブを合わせた。さて3点目、これ進んでくれるかな。このまま9回まで進んでくれるとありがたいけど、点を取られてるね。誰だ、打たれたの。さあ、そしてバッターは打ちました、初球打ち、これはポテント、よし、ナイスだ、やべ。さてここから小田切君はね、パワーが G だからね、ちょっとさすがに厳しいよな。これ2塁までいけるか、走っちゃったけど。よしよしよし、間に合った。タイムリーツーベース、初安打。お、小田切君初安打か。打席には3番バッターが入ります。これはボール、カーブはボール。さあ次の球、どうだ、センター前、どうだ、いいね。ヒットになります。ちょっと後ろ反らすんだ。よしよしよし、6対2、これはもうこのまま進んでくれるでしょう。で最後9回投げて終わりと。そうだね、へばってんな村石くん。これはちょっとタイムをかけて投手交代、田中山くんを投入しよう。頼んだよ、まあ、投球練習はしない。フォーク、アウトローを見送ってストライク、
まずは決めてきました。高めの釣り玉、もう一球様子を見る。オーケー、ナイス、田中山。調子いいね。勝利。勝ったでやんす。予選ラウンドクリア。やりましたね、ミカミックスさん。よし、予選ラウンド突破だ。仲間全員で勝ち取った勝利だ。この調子で頑張ろう。次のメインラウンドからが本番。ああ、そうか。ここで仲間を集めて次が本番ってことね。とてもいい成績でクリアできたからご褒美の商品をいただきましたよ。よしよしよし。シルバーカードって何？称号不思議なが使えるようになりました。ああ、なんかね、ダイエット中の危険な戦う高校生、守護神、弟、赤ちゃん、アナウンサーが呼んでくれますと。13,200円。よし、全員レベルが上がった。勇者日野は立ち上がり、仲間にしてそう、ん？して欲しそうな顔で、ああ、そのくだりもういいかなって日野をゲット。これは結構でかいな。癖の強い勇者で、誰を取るかだね。鋼取ろうかな。これ何？やべもんって何こいつ。初めて見たんだけど、こんなやついたっけ。ファーストか。ピッチャーをね、やっぱりちょっと補強していきたいんだよね。鋼はレベル1でもスタミナ C あるから、ちょっと鋼を取ってこう。ピッチャーばっかり取ってんな設定し直してもらおう。1番やべ、2番小田切くん、3番が俺、4番が日野に奪われたみたいなで、ピッチャーは相変わらず村石くんなんだね。みんなの調子がな、すげえ悪いんだけど、これどうにかならないかな。シャイボーイ、シャイボーイってなんなん、誰だ。まあいいか。大会9日目というところで、じゃあ、予選ラウンドですね、4戦勝ち抜いたところになりますので、今回はこれで終了したいと思います。まあ、なかなかいい感じで進んでるとは思いますので、まあ、このままね、次のラウンドも、突破していければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。